ニュータウンとは新しい街という意味である。その原義は広いが、ここでは都市の噛使いの対策として郊外に新たに建設された新しい市街地について述べる。以下の事例は、ほんの一部で世界中の様々な都市に様々な形態のニュータウンがある。日本については日本のニュータウンを参照。ひとしか地域に計画的に建設される都市全般については、 計画都市、計画都市の一覧を参照。シドニーではオリンピック会場であったホームブッシュウェイがニュータウンとして整備されている。2002年に2030年を目標としたマスタープランが策定されており、1.6万人の居住を目標とし、オリンピックから一つの街づくりをコンセプトとした1400億円規模の事業計画である。首都キャンベラ自体も計画都市であるが、 建設から1950年代にかけて多くの公務員が移動して郊外が拡大し、1962年にキャンベラ発の衛星都市であるウォーデンの建設が開始されている。一方、メルボルン郊外には現在中国人やインド人が多く住むニュータウンが形成されてきているという。また、ブリスベン中心地から北に約13キロほど離れたフィッツ・ギボン北部に クイーンズランド州政府を主体として、ニュータウンの開発が開始されている。全部で20段階の開発計画であり、面積としては122ヘクタール、最終的には1350個が建つという、大型ニュータウン計画である。オークランド近郊では、北のノースウッドが、ショッピングセンターが隣接する、大きな新興地エリアで、高級住宅街や新興住宅地の多いノースショは、 自然も多いが新興地としても人気のワイタケで国際空港もありつつ新興住宅地として開発されているマヌカウなどがある。オークランドの南の郊外には新興ニュータウンであるポケノがある。元は牧草地であったがみるみるうちに住宅が建設され一つの町となった。土地造成を行い、さらに次の山の切り開きも進んでおり、住宅開発が進んでいる様子である。 ポケノより、オークランドよりには、フケコ振興住宅地が開発されており、西洋文化が漂うモダンな街へと変貌を遂げている。クライストチャーチ近郊では、ウィグラムは空軍空港跡地周辺に開発されたエリアで、地盤がしっかりしているため、大地震の震災後に急発展している。また、西側には、ローレストンという振興エリアもある。グアムには、 現在一番新しい開発地であるパラダイスエステーとなるニュータウンがある。開発業者であるカルマ開発はアルバータ州カルガリーを中心に多数のニュータウン開発を行っている。また、オンタリオ州コーバーグにあるニューアマーストはニューアーバニズム理論で開発されたニュータウンである。このかトロント郊外ドンミルズ、バンクーバー近郊、フレーザー、サレー、バーナビー、 ビニッペグ近郊ワイルドウッドパーク、ハリファクス近郊柵ビルなどがある。現在トロントはダウンタウンの北が地下鉄の整備に伴い多くの人が住むニュータウンと化し、特に北部のノースヨークは第二次世界大戦後に開発されたエリアであるが、北米で最大の交通量があるオンタリオハイウェイ401号線とコンドミニアムやオフィスビルなどの高層建築が象徴的なニュータウンとなっている。 カナダは1950年代に人口を大増加させ、さらに第二次世界大戦後から1960年代後半までに、生まれた子供たちが1980年代に家族を持ち始め、人口を増加させていった経緯がある。カリフォルニア州ロサンゼルスはニュータウンが多い地域であり、その例として南カリフォルニア切手の高級住宅地と化しているサウスベイ、ガーデナ、 ロングビーチのベルモントショア、マンハッタンビーチ、パロスパーデスエステーツ、ランチョ、パロスパーデス、レドンドビーチリビエラ地区、ローリングヒルズとローリングヒルズエステーツ、サンペドロ、トーランスなどがある。また、この他にウエストサイドでも、ビバリーヒルズ、ブレンドウッド、センチュリーシティ、ハリウッド、パークラ、ブレア、マリナデルレー、プライアビスタ、サンタモニカ、ウエストハリウッド、 ウエスト LA、ウエストウッドなどがあり、イーストサイドでもアーケエリア、ダウンタウン、北側には、グレンデール、モントレーパーク、パサデナ、サンマリノなどがある。同じく、カリフォルニア州にある、オレンジ郡では、コスタメサ、ファウンテンバレー、フラートン、ハンティントンビーチ、アーバインと北側のタスティンやラデラランチ、ウッドブリッジビレッジ、レイクフォレスト、ミッションビエホ、ニューポートビーチのブラフス。 ランチョサンタ、マルガリータなどがある。アメリカでは、ニュータウンのいくつかは、エッジシティや、ブーンバーブと化したものもある。イギリスにおいて19世紀に発祥した、モデルカンパニータウンとしてのニュータウンは、アメリカにも存在する。実業家で、社会主義者のロバート・オーエンは1825年、理想社会の試みを自ら実現するため、家族や、 多数の信奉者と共に新天地インディアナ州に移住し、全財産を投げ打って、自給自足の共同生活村ニューハーモニーを生み出した。現在で有効コーポラティブハウスとも言える試みであったが、この試みは内部分裂と経済的な行き詰まりなどから数年後に挫折し、オーウェンは失意のうちに帰国することとなる。世界恐慌を経た1930年代には、 FSA プロジェクトなどレックスフォードいタグウェル率いるフランクリン・ルーズベルトのブレーントラストのメンバーらに住居対策が行われていた。タグウェルは農業経済学者でありブレーントラストのグリーンベルトタウン計画に責任者として携わっておりメリーランド州のグリーンベルトなどを生み出す。シュトベルモパン自体がベリーズシティに代わって開発された計画都市であるがベリーズでは 中央アメリカとカリブ海で最大のニューアーバニズムプロジェクトの一つになるニュータウン、オーキッドベイがある。リゾート地でスペイン植民地時代の建築要素とベリーズの風味とマッチするデザインに統合している。シューター・ハルディン・ロマス・デル・パロマールはエーリヒ再演によって考案され1944年に発足したニュータウンで ダイブエノスアイレストレスデフェブレロのパルチドの一部であり、エルパロマーの町に隣接している。首都カイロ自体がもともと計画都市であるが、カイロ郊外の開発は、ヘリオポリスが1894年に東部郊外の砂漠にニュータウンとして建設された。アレクサンドル・マルセルは、ベルギーの実業家、アンパン・ダンシャクが開発していた、ヘリオポリスの建設事業に協力したことで知られる。 19世紀後半からナイル川、東岸低出地開発とパリの都市計画に習った、新市街を旧市街の西側建設から、イズベキいや小いせのエリアが開発。人口は、急速に増大し都市県の人口も1907年の95万人が、1936年に160万人、1952年には290万人、1988年には1200万人に、 達している。こうして続々とカイロ郊外にニュータウンが建設されることとなる。アイカイロ都市圏カイロ圏と周辺のギーザ圏及びカリオベア圏など郊外に位置するテンスオブラマダーンニュータウンから構成されている地域内では現在も8つのニュータウンの開発が進められている。10月6日市や新興都市3トンなどがある。 キューボプタツワナ共和国内に1979年に大リゾートのニュータウンであるサンシティもあった。イングランドイギリスでは富裕層が所有する土地の開発を18世紀に進め出し、ピクチャレスクに計画的に住宅地を作り出す。その初期の例では、ジョン・ラッシュが設計したブリストル近くのグレーズハムレットがあり、現在ナショナルトラストが管理している。イギリスで最初に、 鉄道沿線型のニュータウンとして、1875年に、ベッドフォードパークが出現。一方で、エリザベス一世地下の給費運行や労働者の社会住居環境から橋を発する、モデルカンパニータウンもポートサンライト、ボーンビルといくつかが出現した。これら王子のニュータウンは現在、ボーンビルビレッジ、トラストなどがいくつか管理をしている。また、イングランド北部の都市、 ブラッドフォードの郊外にタイタスソルトが自ら所有する毛織物工場を移転して建設したソルテアもその初期の代表例とされる。同時代に試みられていた他のモデルタウンとの違いはその規模の大きさとともに最初からそれが自給自足のニュータウンとして計画されていた点にある。こうした個別的で実験的なニュータウンを一般理論化したのがエベネザー・ハワードで これをデイエントシロンという形で発表した。さらにイギリスは、ジョン・ラスキン、ウィリアム・モリスラのアーツクラフツ運動があり、このモリスラが中心になった住宅デザインが、住宅復興運動と呼ばれ、その中から、フィリップ・ウェップや、エドウィン・ラッチェンスのような建築家らが、後のニュータウンについて大変大きな影響を持つものを、提示していく。20世紀初めのロンドンでは、 共同組合方式によって労働者のためにガーデンサバーブが数多く建設されていった。このうちブレンサムガーデンサバーブはその最初期の例として知られる。第二次世界大戦後現代イギリスで単にニュータウンといえば1940年代から1970年代までロンドンをはじめ各地の都市圏の郊外に建設された人口5万人から10万人前後の自立性の 社会新都市のことである。1946年に労働党政府はニュータウン法を制定した。目的は大都市で産業と人々の集中に対抗することであった。明示的にすべき衛生庁に作成されるが自分の経済的、遺書の人口構造を持つ独立した単位は都市は当初最大サイズが2万から6万の住民が求めていた。問題は 人々や自治体、交通機関の不足、財政不足と計画原価の超過の会議的な見方だった。特に、それは、プロジェクトの範囲がやや人口増加に対抗するために、あまりにも小さくしたことを批判された。1952年、ちづくり法で解決する。目標は特に、ロンドンなどの大都市の近くに新設と、また、既存の街の拡大であった。 1944年、イギリスにおいて、ロンドンへの過度の人口集中を改善することを目的として、大ロンドン計画が立案された。計画では、規制のロンドン市街地の中心部で再開発を実施するとともに、ロンドンを囲むグリーンベルトの外側に、人口5万人から8万人の小都市を建設すると、された。これらの小都市が、ニュータウンと称された。これらのニュータウンは、 1898年にエベネザー・ハワードによって提唱された田園都市構想の影響を受けたものである。ハワードの考えてきたガーデンシティの農村生活のそれと都市の利点とを組み合わせている。彼は1903年と1920年にレッチュワースやウェリン・ガーデンシティの創設を触発するが、日本における母都市である大都市へ通勤することを主体とした。 ベッドタウンタイプのニュータウンとは異なり、植樹近接を目指して、職場をはじめとする各種の都市機能も備えた自立性の高い都市である。現在、法で定められた31のニュータウンがある。こうして、ニュータウンとして建設された都市には、第1期がスティーブ・ニックローリー、ハーロー、ヘメル・ハンプテッド、ピーターリーで、その後、 ガーデンシティのウェリンガーデンシティとハットフィールドなどが続き、この後もニュートン・エークリフ、バジルドン、ブラックネル、コービーなどが指定されている。第2期は、テルフォード、レディッチ、ランコーン、スケルマズレール、ワシントンなどが建設された。レディッチとドーリーニュータウンは、 ウェストミッドランズ大都市圏近くに位置し、さらに二つの都市ランコーンとスケルマズゲールはそれぞれ、マージーサイドとリバプール衛星都市として意図されていた。これら多くの町のほか、クラムリントンやキリングワースとタムワースは、地元当局によって1960年から構想展開されたが、ニュータウン指定はなされていかなかった。その後もニュータウンは建設され、次第に人口規模が大きくなり、 1960年代に入ると人口25万人を目指し、俗に入式と呼ばれるミルトン・キーンズのような例も現れている。1985年に地理学者アリス・コールマンの研究レポートを受けたタワーハムレッツクのランウェルロードのように指摘に基づく改善プロジェクトが実施されている。構想を胸を一部撤去して道路を通し、それに平行な低層住等を配置する。 低層住道の前後には、専用庭を設け、領域性を明確にしている。アメリカ発祥のニューアーバニズムは、イギリスに行くと、アーバンビレッジという用語運動で展開されるが、とかくイギリスは1960年代の建築が、ひどく、近代建築に対する批判が、アメリカよりも早々と起きていた。こうして、ニューアーバニズム論などをもとに、 ドーチェスターの町郊外拡張によって出現したパウンドベリーはチャールズ皇太子所有コーンウォール高慮地の上に建てられオリジナルのマスタープランはレオンクリエによって設計されたヨーロッパでは多くのブラウンフィールドサイトは伝統的な町のスタイルよりももっぱらモダニストたちのモダニズムに基づいて1980年代から再開発されていたがチャールズ皇太子は とりわけこれに批判的で、イギリスの伝統的な建築文化、生活文化、空間文化に回帰しようということで1988年には、自身でテレビ番組を用いて BBC で放送、大変な反響を起こすことになり、郊外を含め都心部でもアーバンビレージ論が展開され、10個の原則などが提示された。スコットランドスコットランドも過去には、 産業革命によって生じた都市問題の解決ということを念頭に置くニューラナークなどが出現していたがニュータウン建設は1946年ニュータウン法からでニュータウン開発公社が国の機関として用地の取得、ニュータウンの建設、維持、管理を行うこととなった。こうして第一期が1946年から1955年26の都市。 第2期が1961年から1966年に7都市、第3世代が1967年から1971年で5都市、総計28のニュータウンが英国全土に建設され、全世界のニュータウン建設のモデルとなるが、スコットランドではこのうち、カンバーノールド、イーストキルブライド、グレンドセス、アーバイン、リビングストーン、 ストーンハウスなどのニュータウンが出現する。グラスゴー郊外のアーバインは全部がニュータウンでなく、体場に存在していた街にうまくニュータウンをはめ込んでいる。クレア州にある町シャノン、またはシャノンタウンはその近くにある川にちなんで名付けられ、1982年1月1日に町のステータスが与えられたニュータウン。城西都市カルカソンヌでは、 シテから見下ろす対岸の都市バースは、同地の活動の中心であるが、これが、アルビジョア十字軍によるカルカソンヌ破壊後、シテの避難民のために、ルイ旧によって建設された、ニュータウンである。第二訂正した、シテジャルダン、ルベジネが、景色の美しい高級団地の形で、シャルル・ド・モルニーによって、パリの西に造成された。ルベジネの森の新しい都市への転換と結びついた、 この不動産登記はサンジェルマンアンデーの大地のふもとへの鉄道の到達で初めて可能となった。鉄道は同様に非関地アルカションの始めをも促進した。シテジャルダンニュータウンはその起源として二つの考え方が背景にあった。1930年代におけるユートピア的な社会を作り上げていこうとするシテジャルダンイコールガーデンシティ構想からの思想と 企業主たちが労働者の生活条件を改善していこうとした思考とである。当時の労働者の居住環境の悲惨な状態に対し、ガーデンシティをパイオニアとして構想したのは、イギリスの都市計画家、エベネザー・ハワードとレイモンド・アンウィンで、1903年に初めてガーデンシティが実験的に作られた。歴史的に見た場合、イギリスは産業革命以降、 国家の産業化、工業化といったものを常に先進的に考えていかねばならない立場にあったのである。フランスにおいてはガーデンシティ構想の方の実施にあたってそれをバックアップする二つの法律が作られている。1912年施行の低廉価格住宅法と1928年施行のガーデンシティ構想を推進するための政府補助金法の二つであった。 二つの法律を背景に、まず最初に、パリの西側にあるシュレンヌと南側にあるル・プレシロバンソンの街が電源武士構想の対象とされた。ル・プレシロバンソンは、1922年のバリの拡大計画にも含まれていた。そしてその後、パリ周辺に約10カ所のガーデンシティが作られている。シュレンヌの計画は1920年に開始され、 まず市当局がガーデン式となる用地42ヘクタールを購入し、2つの道路に挟まれた敷地を対象に設計を行った。建築家、アレクサンドラメストレスは直行する2つの軸線を設定し、教会や学校、劇場などの公共施設を配置した。さらに二次的な軸線が設けられ、それに沿って住宅が整備された。それぞれの建物はすべて庭によって結ばれている。 また、当時蔓延していた、結核患者のための住宅や、公共の浴場施設なども作られた。当時、建築のスタイルについて、ネオクラシシズム支持者とコルビュージエ支持者との間に、論争が行われたが、シュレンヌにおいてはネオクラシシズムが基調とされた。シュレンヌは、全体として、教育や文化施設が一通り完備され、小さいながら一つの都市として自立したものとなっている。 ルプレシロバンソンの計画は建築家モーリス・ペー・レドルデイユが全体計画を担当した。ジャン・デメイによって建てられた個人及び集団住宅と同時に街の一部は破壊された。ここでは中心にモニュメンタルな大通りが作られ大きく二つの部分に分けて労働者向けの住宅が配置された。大きな公園を挟んで 地形の低い方にはイギリスの住宅様式をモデルにした小さな庭のある住宅が雲の素状に作られ、地形の高い方にはドイツのガーデンシティ、トレニオモデルに3層から7層の中心に庭を持つ U 字型のリジットな集合住宅が作られた。また、芸術家のための小さな広場のある外区もあり、それぞれが庭を介して結ばれている。 60年代になると、今度あるプレシロバンソン周辺に、さらに多くの住宅が建設された。パリの最も有名なシテジャルダンは、HBM でセーヌ川下半第一と、第二次世界大戦の間、パリ郊外に国家機関の主導で建てられた、HBM のシテジャルダンセーヌで、この目的は、ロービエムのアンディセリアによると、パリとその近郊のリッキンジェスチャンを確保するため、 独自の都市を構築するためだった。こうして、パリを中心に構築されている。ドラベイユは、パリ郊外のニュータウンで1911年、フランス初のガーデンシティ、パリ・ジャルダンが作られた。エピネイコール・シュルセーヌは、1960年代から1980年代にかけて建てられた高層住宅団地が特徴であるが、一方で、伝統的な郊外地区、 ガーデンシティも維持している。シテジャルダン、アルクイユは、パビリオンの形の下の228の下宿屋が、建築家、モーリス・ペイレットイコール・ドーテイルによって2から6番街を再編成。プロジェクトはその時、学校グループ、食物の共同組合などは、再び期限の43のパビリオンを維持。ドラン氏のシテドラ・ミュエット・レピューブリックは、 ロービエムによる最後のガーデンシティの一つで、セーヌ川に大規模な集合住宅によるニュータウンはパリ地域の最初の例である。スタンは歴史的フレンチモニュメント1700家と小さなアパートで構成され、建築家ゴノとアルベンクラの計画によって1921年に始まった。その時代では労働者のための住宅で高い需要を満たす。レンガは大部分で使用され、 長年にわたり、低いプレーンコミューンとエル・アンルと共に、市は、その卓越した遺産の保全とリハビリテーションの大きなプログラムに従事してきた。集合住宅を構築した後、パビリオンが復元され、道路も再編成される。サレネスのシテジャルダンは、フェリックス・ダメイルト・ルイ・バザン、アンリセリア・サレネス市長や建築家、アレクサンドル・メイストラッサ、 ジュリアン・コニアムによって建てられた。市は、個人や、集合住宅に加えて、診療所、託児所、学校団体、スポーツ施設、カトリックとプロテスタント礼拝所と、劇場、協力店、シングルや、高齢者のための家を整備、町には、ショップ、保育園、保育所とすべてのための家が含まれる。ダメイル・とバァーザンは、その後、 第二次世界大戦の後の住宅を再構築し、都市を展開する第二次世界大戦後20世紀以降は、1960年に政府が被来するパリ周辺の近郊発展を目指し、開発整備対抗策定から、イルド・フランス地方の都市計画に対応する研究所を設立し、最初の基本計画とパリ周辺に1960年代から徐々に建設されていった。 衛星都市として、西に、セルジー・ポントワーズ、東に丸ヌラバレー、南部に、エブリー、ムランセナール、三ンカンタン・アン・イブリーヌと、パリ周辺のニュータウンが出来上がる。そして、ニュータウンは、在来の市町村をいくつか、行政的に統合、新しく作られた、行政単位にした。オイントにおける、EPA の対象は、イルド・フランスの5都市の他4都市の、合計9都市である。 他の四都市は、リール近郊、後のビルダスク、リヨン近く、リルダボー、マルセイユ近郊ベールコハン、ルーアン近郊ボードルイで、後にバルドイコールルイユになる。ビルイコールダスクは迅速で1983年に完了し、ボードルイは今では1985年の一般的な古門能のバルドルイユとなったため共通の権利の軍区に変更となる。 パリのニュータウン開発には企業が設置され運営される地方自治体に企業の床面積と従業員数に応じ定められた税収入があるため企業立地と企業誘致が明暗を分けることになり三タンやマルヌラバレとムランセナールでは発展等に差が生じてしまっているセルジ・ポントワーズ、マルヌラバレの二つのニュータウンの開発は著しく発展を続けてきたパリに対して 秩序を与えるという目標はクリアしているとされている。そして政策的に非常にしっかりとした計画であり、高速鉄道や高速道路を合理的に整備したことは高く評価できる点として見られている。格差解消の課題は雇用の拡大で、目標はニュータウン内部で労働人口に対し一つの雇用を生み出すことである。現在は労働人口の約半数が パリで働いていると見られる。パリ周辺のニュータウン開発に対する批判として、このような都市計画はあまりにも合理的すぎるのではないか、理論にのっとりすぎているのではないか、というものがある。また、これらの都市がかつ気づくためには、本当はもっとパリから離れたところにニュータウンを作るべきだったのではないかという意見もある。そのような意味で、パリの中心とこのニュータウンとの関係をどう 考えていくか、またその中間地帯をどう整備していくかが今後の大きな課題となっている。このほか以下のニュータウンがある。もともとアムステルダムでは地域の拡張を予定して市街を形成してきたが、1960年には郊外にベルメミーア計画というニュータウン開発も行われている。ただしかつてのオランダ植民地からの移民が増え、 生活文化の異なる人との共同生活を好まない人たちが転出し、飽き家がず加した。その結果、治安が悪化して問題となり、80年代後半運営協議会が組織され大規模な再生事業を行っている。ハウテンはオランダ・ユトレヒト州の基礎自治体、ユトレヒトの南7キロの位置にあるニュータウンである。法典と表記されることもある。 ルーバン・カトリック大学のサイエンス・パークルーバン・ラヌーブの設立は1970年でニュータウン開発の一環として大学の指導で設置された。ルーバン・ラヌーブの大学都市建設でのように新たな都市は都市としてのより科学的かつ学術的職業を持つ。しかし、これは創業からホールはその人々、学校、高齢者のための場所、 ハイパーマーケットの本格的な都市を開発するためのモデルとされている。ニューアーバニズムのニュータウンとして、クノックヘイストのヒューラブラグがある。ドイツは1971年にニュータウン開発、及び都市再開発を支援促進する制度的根拠となる法律として、都市建設促進法が制定している。開発利益の公的還元と、きめ細かな住民参加を含んだ、 社会計画の促進など、1960年に制定された連邦統一の都市計画の一般法である連邦建設法を補完する都市計画特別法として位置づけられる法律として当時高く評価されたものである。本校外にあるメッケンハイムメールは小規模なニュータウンで用地の全面買収で建設しているわけではないが、当初に描かれた F プランが 社会情勢の大きな変化にもかかわらず、土地利用として変更されることなく実現している。ルール地域のニューシュタットブルフェンとブルフェン・バルケンベルクは、旧制度区で50年代後半からの経済の高度成長の期待を背景に、先進的なニュータウンを作る目的で建設が開始された地区である。1960年代当時の先進的な計画思想に基づき、また、 国を挙げてのモデルニュータウンを作るとの考えのもと、様々なサポートを得る形で、高水準のインフラ、卓越した保守分離のネットワーク、多くの建築家が関与した多様なデザインの建築が進められ、完成当初から話題を呼び、当初は人気の高い住宅地であったため、2004年から西の都市改造プログラムに採択されて、整備が進められた地区で、プログラムに基づく整備、 事業が進行中。そもそも現在のマドリード自体、当時の植民地である中南米から送られてきた一時的な巨大な富をもとに、国土で地理的に中心のマドリッドという田舎の町に計画都市を作ったのが起源である。また、現在のグエル公園はが売りは、パトロンのグエル市の要請で、郊外ニュータウン開発計画を策定したものであった。 サンタンデールは1941年の退化の後、近代的に計画されたニュータウンに再建している。さらにエコシティ、エコタウンもあり、サリグレンはスペイン最大のエコシティで住宅公社が事業を展開している低所得者向けのニュータウンである。首都マドリッドの郊外は、整然と都市計画をされたその中に、ショッピングセンターや商店街をはじめ学校や病院、 アパートや一戸建ての住宅といったニュータウン数多く作られつつあり建設ラッシュが見られる。しかしながらカナリア諸島のリゾート地と共にマドリッド郊外のこうしたニュータウンもグラナダ近郊のカェオホスデルサラド、バルセロナ近郊のサロー、中世の町アビラの周囲に形成されているニュータウン同様ゴーストタウン幽霊都市と化している。 リスボンからの国鉄シントラ千円線はニュータウンと化しているが国内でもトレス・カントス・ニュータウンなどいくつかあり北リスボンのあるタで、リスボアプロジェクトはヨーロッパで最大のニューアーバニズムプロジェクトの一つニューアーバニズムの都市開発もホンティ・ディマティルデなど一部で見受けることができるミラノ・セグラーテの EN ミラノ・ドゥはシルビオベルルスコーニのフィニンベストグループ 関連会社であるエディル・ノールドによって新都市として建設された。イタリアの新市街大都市の制御不能な成長を抑制することを目的に後継期の間に新市街プロジェクトがイタリアで実施されることが提案された。二つの新市街の建設について多くの議論があった。一つはローマの北南新市街を首都を中心に二つの高速道路で結ぶものであったが、 そのプロジェクト案は耳にしなくなった。ニュータウン賛否両論イタリアの都市計画家や建築家の意見では新市街のモデルについては不一致がある。市街の施設再開発キャンペーンでアメニティ形成やクリーニングの多くが公園や庭園で行われている。しかし、イタリアの多くの建築家にとってはニュータウンは建築の価値がほとんどなく、 些細な都市的解決策を備えた近代的なゲットに見えていると言える。キュステンドルフとメチャブニクとしても知られるドベルグラードはセルビアの映画監督エミール・クストリカが映画人生は奇跡のために建てた伝統的村風のニュータウン。首都ベオグラードの南西200キロにある内接近くのズラティボル地区にある。ボスニア・ヘルツェゴビナのスロボミールニュータウンは命名した創業者 スロボダン・パブロビッチと妻のミラが建設したニュータウンであり、その名は自由と平和の街の意味である。これは、ドリナ川ビエリナ近くに位置しその目的として、パブロビッチは、ボスニア人から構成されている、博愛主義の確立と戦後のボスニア・ヘルセゴビナを代表する主要都市の一つになることとしている。カメングラードとしても知られるアンドリッチグラードの 建設は2011年6月28日に始まり、2014年6月28日にビドフランで正式に発足したニュータウン。ザグレブでは1950年代の中頃からサバ川の南に新ザグレブと呼ばれるニュータウンが整備されている。高層マンション群が建設されるような信仰のエリアであっても昔ながらの小さな家が今もそのまま残ってはいる。 この国の都市開発は、元は軍事要塞の伝統があり、1618年の戦争の被害で、フレデリシアはニュータウンというより軍事要塞として再開発される。コペンハーゲンで17世紀前半に、球場壁内の城に近い場所に、デンマーク王クリスチャン4世の海軍兵士のために建設された一段の住宅群はニューボーダーとして現存しており、これは、 弊社ではなく、家族も住まうことができる住宅であった。その後、居住者の増加とともに18世紀に、住宅地は拡大されている。第二次世界大戦中には、隣国ドイツの支配下に置かれた国は戦後は国土の復興を進めるが、大戦後の国の人口、特に首都コペンハーゲンの人口が復興と成長と、共にに3年で急激な成長を遂げ、この時に、 住宅不足を避けるための政策提言が行われ、早速1947年にコペンハーゲン郊外の開発計画、フィンガープランが策定される。フィンガープランでの一環で作られたニュータウンの一つであるアルバーツラントでは現在は世界をリードする環境先進都市として1996年に国際環境自治体協議会の環境都市賞を受賞した。こうして、 国が成長していく過程において、ニュータウン開発は一大産業となっていきまた国も、住宅産業の活発化を望み、そのための様々な新しい居住形態が提案されていく。その一つが、高層集合住宅が並ぶニュータウンの建設で、1951から1956年に、ベラホイに、続いて1953年からミレステデッドにも、 高層集合住宅地のニュータウンが開発され、その後も次々とデンマーク各地に高層集合住宅が建設されていく。都心から離れた地域に新しく建設するため、その計画においては町に必要な施設として、学校や保育園、図書館、店舗、レストラン、集会所などが住宅とともにセットで作られていく。産業と政策としては、住宅の高層化は好都合で、 合理的であったが、王子の建築家や指揮者からは、住宅の質や生活の質を損なうものとして異論が相次いでいた。例えば、シドニーのオペラハウスの設計で知られている、ヨーン・ウッズソンにより、コペンハーゲンのある、シェラン島北部に、自身が提唱する、平屋の集合住宅を展開する、フレデンス・ボー・テラサー集合ニュータウンなどが発表されている。この集合住宅案は、 当時の建築家たちに低層集合住宅への関心のきっかけを与えたという。高層集合住宅の開発自体は1964年から計画され1974年に完成したブロンビュストランドのニュータウン開発を最後にしばらくは続けられた。1963年から1968年にかけてコッペンハーゲンの大都市圏計画の一環として 作られたニュータウン・アルバーツ・ランが出現。この南部に大規模な低層の実験集合住宅が建設される一方で、同じ時期のホイ・グランドサクスのニュータウンでは、高層集合住宅群が建設される。この二つの対照的なプロジェクトは、当時のニュータウン開発において、高層家低層かの論争を巻き起こす。最終的に世論は、低層の集合住宅を支持するようになる。 1971年に実施されたティンゴーデン地域での開発は、低層住宅を謳った設計協議を実施、伝統を踏まえながらも彼らの斬新なその提案は、現在に至るまでデンマークの集合住宅の設計に大きな影響を与えている。その後も、約2300個のアベドゥアスタションビューや、イスホイパーケン、クーエブグトフィンガーエンなど、 次々と大規模であるが、低層のニュータウン開発が進んでいく。ニュータウンの中でも、コッペンハーゲンの郊外ネイルム地区には造園が、カールデオドール総連線が1948年に、手掛けた滞在型市民農園付き住宅地が、約40個の住宅区画が池垣で楕円に、形成され、楕円サイズは、黄金比を参考に、長径25メートル、短径15メートル前後に、 統一されて配置されている。同じくコペンバーゲン郊外のブレンビー・ブルンブー・ハベビー、ニュータウンでは一部に円形の住宅区画が点在する。区画した円の中心がクルートサックとパーキングになっており、それを住宅敷地がピザの一ピースのよう取り囲む配置となっている。そしてコロニヘーブと呼ばれる週末にゆっくりと過ごすための芝生スペースが 円を並べることで円と円の間に生じている。都市郊外のニュータウン開発においては1960年代から70年代にかけてが最も盛況で、70年代には全部で約43万個の住居が建てられている。住宅生産のピーク1973年でも55万個の住宅が作られている。1960年から1975年までの間に、 デンマークの居住エリアはそれまでの倍に、成長、1968年に、首都圏域の人口が170万人だったものが1985年には210万人、2000年には240万人となっている。そのため、ニュータウン開発は、コッペンハーゲンのある、シェラン島から2つの海峡を越え、最終的には、ユラン半島中部にまで伸びている。 スウェーデンでは各国に先駆けて計画的なニュータウン、作りに着手しているが、そのほとんどが街として成り立つため、街としてのすべての要素を持ち合わせ、さらに安心して住める街としている。首都ストックホルムは13世紀中頃に、現在も中世の街並みが残る、旧市街が村スタンの丘に取りを築き、城壁で囲まれた中に、人々が住み始めたというもので、 その頃から運河に石章を設け料金を徴収して収入としていたというが17世紀にドイツ人技術者を招いて近代的な都市計画を始め19世紀の産業革命からの後継期で地方からの人口の流入により住宅難となり北へ市街地を拡大させる20世紀初頭からはパリの街を手本として都市軸を持った都市計画を始めたに 路面電車を建設し、郊外へニュータウンを拡大させた。この時公園を建設し、その中に住宅地を作るというスタイルにより、緑の豊富なニュータウンを形成していった。また20世紀の中頃から地下鉄の建設を開始。この頃から後に街の別館と呼称されるイギリスのニュータウンを手本として1万人規模の住区を形成し、 いくつかの住区の中に4万人規模の核となる住区で街を形成させていった。こうしてベリングビーなど第1期を経て第3期まで段階的に整備を行っていった。1960年代に作られた小建てニュータウンファシュタは1階建てがほとんどという低密低層で静かなニュータウンである。主要な幹線道路からは分離され駐車場は 幹線道路沿いにまとまって整備されている。戸外環境も、各個の庭先では、家木の手入れが住民によってなされ、また高い塀などで仕切らず、非常に開放感のあるニュータウンが形成されている。1970年代に政府は、ストックホルム郊外20年間で100万個の住宅建設というミリオンプログラムを計画し、次々にニュータウンを建設を始めた。 郊外部にニュータウンが取り巻く形となっていくのは、都心部からの鉄道網上の半径10キロ程度のエリアを対象とし、中心部から放射線上に地下鉄網を作り、これによってアクセスの利便性を良くし、主要なニュータウンは、中心部から地下鉄で20分から30分の位置したためで、そうした郊外ニュータウンは、地下鉄駅周辺に中高層共同住宅群が立ち並び、 日本の住宅団地と同じような風景が見られていく。しかしながら、ミリオンプログラムは70年代第一次、オイルショックなどにより景気が後退そこでは人口密度は低く、街中で人の姿を見ることも少ない。そして、このような郊外ニュータウンでの状況は、ストックホルムの都市づくりにおいて重要な課題として捉えられてきた。第3期で1977年開発の ニュータウンであるシーストの開発では、街全体をストックホルム市が購入し、駅の南側に3つの外区を作り、それぞれをスウェンスコ公団、HSB、民間企業が開発した。駅の北側は商業、工業地区とした。この IT 関連企業の集積規模は、アメリカのシリコンバレーに次いで世界第2位となっている。駅より、 それぞれの地区まで歩行者専用道路が貫通しているが、自動車は外区をまたぐことはなく、通過交通がないように計画されている。この地区の建築物の高さは8階建てまでで、EV がない建物については3階建てまでとなっている。このシスタが、ストックホルムでのニュータウン第3期の最後となる。ここは、古い住宅地で昔は、スウェーデン人が住んでいたが、その後移民居住区となっていった。 1990年代から開発の計画が進められていたストックホルム中心部近郊の住宅市街地にあるブラウンフィールド、かつての工場跡ハンマルビーショースタットでは過去のニュータウン開発での教訓を強く意識し、従来の郊外開発と比較して約3倍の人口密度が設定され、2万5千戸の住宅と1万人が働くオフィス街を計画2009年までに 約30万平方メートルのオフィスと6000から8000の住宅計画である。コミューンではこの地区を都市再開発の新しいモデルと位置づけて先進的な取り組みをしている。20世紀初頭では、ラルス・ソンクが1907年以降に取り組んだ、クロサーリ、エリエル・サーリネンが1915年に計画書を発表したムンキニエミハーが、有限とシティールの街並みが残るエイラなどがある。 首都ヘルシンキの隣エスポーは戦後都市計画によって開発された都市で5地区に分かれ、オタニエミ地区など各地区が中心地にそれぞれの行政センターと商業エリアを持ちその周りに居住地が取り付くニュータウンと化している。特にヘルシンキの西近郊タピオラはガーデンシティとして知られ、敷地の半分以上が森林である。 ここは1950年代から60年代にかけて建設された。現在、隣接するオタニエミ大学のキャンパスとを分断する環状道路線を地下化して地上部分に宅地を造成する計画が検討されている。地下化する距離は約800メートルにも上る。さらに隣の小谷恵エミは自然と人間の生活が調和したニュータウンで、 もともとは1940年代以末に用地買収が開始されたヘルシンキ製法に1951年増大するヘルシンキ市の人口に対処するために建設され、1960年代に計画は軌道に乗り、ヘルシンキ工科大学とフィンランド国立技術研究センターが開設されて文教都市ともなっている。 人間の個性と自然への接触を守るという開発コンセプトに基づき、住宅は森林が取り巻くように建てられて、元あった斜面林や池をそのまま広場や公園として活用している。樹木より高い高層住宅は全体の3分の1以下にしている。S 棒は他にキルスティンハルユというニュータウンがある。近年では特に工業再配置などを行い、 それに伴い生じた工場跡地などのブラウンフィールドのニュータウン開発が盛んである。そして主権的に環境共生の仕組みが導入されたピックフォーバラティ副都心として計画されたパシラ、本格的に環境都市として計画されたビンキ、この他、ボーサーリ、パイバープンク、ピューニッキなどがある。特殊なケースで以前に未発達。 または事実上未開発エリアにおける都市を構築する、全く新しいニュータウン形成例としてあるのは、ドゥナウイバーロシュの建設で、しばらく、スターリンバーロシュと呼ばれていた。1949年に、鉄鋼コンビナートで重工業に従事する労働者のためのニュータウン建設をすることを決め、1950年に始まり、1961年に完成する。 ワルシャワにもニュータウンがあり、キュリー夫人の成果がある。1977年から1978年に建設された大規模団地が立ち並ぶワルシャワの郊外ニュータウンは、東京の郊外に似ており、団地群の集合住宅が5階建て群や11階建て群が、それぞれで建設された時期によって違いが生じている。 共和国の古い港北ゼラと火山落は1877年から1878年までロシアトルコ戦争での復興として再建ニュータウンに、またブルガリア南部のディミトルフグラードもニュータウンで主要産業とインフラ産業の中心地である。プラハニュータウンが現代のプラハの歴史的中心部を構成する5つの独立した都市の中で最も若くて最大の町、 チャールズ4世によって、旧市街の東と南の城壁のすぐ外に建設された。モスクワの北部行政オクラグ地区にあるソコルには、1920代前半に設立され、村のアーティストとも呼ばれる住居集落、ファルコンがある。村の建築物複合体は、地域的意義のある建築の記念碑ともされ、アリバヤナ通りとバラコラムスコハイウェイの 交差点付近の20ヘクタールのエリアをカバーしている。そもそもモスクワでは壊滅的な住宅不足があったが、当局はその建設のためにほとんど資金を割り当てていなかった。1921年8月8日にレーニンは共同組合と個々の市民が都市開発の権利を付与された共同住宅建設に関する直例に署名。同年、モスクワで 最初の住宅建設共同組合である、ソコール住宅建設共同組合を設立することが決定。村の建設は1923年に始まり、基本的には1931年に完了している。NV マルコフニコフラ村の設計で有名な建築家らが参加。当時のガーデンシティ理念の街を具現化。街路を計画する際には、 非標準的な空間的解決法が用いられた。村の住宅は、個々のプロジェクトで建設された。ビリノヒールシックは、ウクライナのドニプロペトローウウシク州ビリノヒールシック地区に、戦後にできた、ニュータウン。イギリスでのニュータウン運動にやや遅れて、日本でも1950年代から1980年代まで、東京都市圏、大阪都市圏の郊外を中心にニュータウンの建設が、 盛んに計画、実施されている。開発の手法には大きく分けて、国の機関や地方自治体が法的根拠に基づいて、マスタープランを起案し自らがデベロッパーとなって、建設するものと、民間デベロッパーが任意に建設するものがある。公的機関が開発した大規模、ニュータウンは長期にわたり、広域広大な造成を伴って、 インフラストラクチャー等の都市基盤整備工事を実施し、マスタープランに基づいて、住宅置き軸に複合多機能都市として建設される場合が多い。三大都市圏では、東京都市圏の多摩ニュータウン、江北ニュータウン、千葉ニュータウン、幕張ベータウン、ユーカリが丘、上層ニュータウン、龍ヶ崎ニュータウン、大阪都市圏の千里ニュータウン、千北ニュータウン、名古屋都市圏の 高蔵寺、ニュータウン、東華台ニュータウンなどが代表例である。他方、日本に数多くある民間が開発したニュータウンは、都市機能の独立性が低く夜間人口と比べて、昼間人口が極端に低いほぼ純粋な住宅地が多い。このため、ベッドタウンとも呼ばれる。ただし、 民間企業一社が開発した仙台都市圏の泉パークタウンでは食住近接型の開発がなされている。また、高度経済成長期に開発されたニュータウンでは若い世代の人口流出に伴う住民の高齢化、少子化による学校の倒廃合問題、集合住宅、各種施設の老朽化や建て替えなどの問題も生じている。カテゴリー 韓国のニュータウンにある通り、一三世区、一三東区、ボントー区などがある。大韓民国新都市建設は、1960年代後半の工業団地の背後都市や大都市問題の解決策として開始された。工業団地の背後都市としては、1962年から建設されたウルサン市があり、1968年の違法建築物の解消策として推進された。 公衆住宅団地の過密解消から誕生した最初の新都市であった。1970年代には、首都圏、デググオン、富山県、公州県の四大県域にそれぞれ安山、欧米、正元、霊下は新興業都市を建設した。1980年代には、住宅を中心都市と市内新都市として、総侶市に羊飼いと三銀絵丼が開発され、80年代、 後半、ソウル地域の宅地供給不足を克服するために、マイフンと一山を含む5つの第1期新都市が建設された。2003年には、ソウルの不動産価格急騰などを抑制し、首都圏に住宅供給を拡大するために、第2期新都市が計画発表された。2019年には新たに5カ所が第3期新都市として指定された。中央政府または、 地方自治団体の計画によって再整備されたり、新しい住宅団地として開発された計画都市と宅地地区などを便宜上新都市と呼ぶこともあるが、厳密な意味での新都市は上期第1期新都市と第2期第3期新都市を指す。中国の主要都市上海郊外のニュータウンは現在、松江、嘉定、西湖、南京、金山、臨港や歩道新区の各 ニュータウン展開されているが、松江区に作られた、英国タウンハウス風分譲地テームズタウンをはじめ、上海郊外にある、ドイツ風、ニュータウン、安定新陳、甲州高久支店、都の城など、3分の1サイズのエッフェル塔や、シャンゼリゼ通りなど、パリの街並みそっくりに作られて、パリを丸ごと模倣した、テーマパークのようなキッチュであるが、富裕層向けの、ニュータウンも多い。 上海の郊外に作られた裏絵、余白や縁は上海万博の計画地に住んでいた人々の移転のために計画されたニュータウンである。また従来のベッドタウンや工業団地も多いが、上海市中心部から東側に構想される総路、ニュータウンは本格的な研究学園都市やサイエンスパークの形成を目指している。環境都市を目指すニュータウン建設も多く、 海を挟んで台湾と向き合う福建省アモイではアモイ島北側と海を隔てて向かい合い3つの橋で結ばれている周備区などは高速鉄道の新ターミナル駅周辺にニュータウン建設も進んでいる市街地はアモイ島から大陸側へと膨張し続けており現在中国政府の強い意向を受けた低炭素落としプロジェクトがスタートしそこに新しく建設開始された ニュータウンである昭安ニュータウンは低炭素都市を目指すこととしている。世界で経済発展と環境容量のバランスをとり、長期にわたって双方の恩恵を受けようとするグリーンエコシティは世界でいくつかのニュータウンが有料事例として知られているが、中国などでは新鮮の巧妙ニュータウン、東山の総比、オサムエコシティなどがある。 無尺のハンマルビー小スタットをモデルに作られた中国、スウェーデンエコシティは太古の北側に位置し、広範囲の湿地に隣接している。これらの都市はエコシティ計画の着手時や計画時に環境に関する目標を設定し、日々達成に向けて邁進し、プロジェクトによって推計で2万人の住民がエコライフを送れると期待されている。プロジェクトは 面積150平方キロメートルの太古新都市を生態系かつ環境の持続可能性に注目した国際的な低炭素エコシティを実証する地域として事業を実施している。天津では副省旧区の浜海新区に天津港保税区、国家海洋ハイテク開発区など工業団地がいくつか設けられており、中でも天津経済技術開発区では ニュータウン建設が各地で進んでいるほか、塩田跡地を埋め立て、国政府とシンガポール政府が共同で開発する、ニュータウンである、天津エコシティの開発が進められている。合皮市の南部にある淡水湖のスコに隣接する浜湖、新区、ニュータウンは2006年に着工し、行政、工業、住宅、観光といった各区域を一体化した環境に、優しい都市をうたっている。 首都北京郊外のニュータウンでは、石景山区、順義、ニュータウン、通州ニュータウン、また小経済技術開発ニュータウンなどの開発が進められている。蘇州には国家レベルのハイテク産業開発区と中国とシンガポール両国政府の合作プロジェクトである国際的な経済技術合作開発区があり、特に蘇州工業園区が注目されており、 住宅開発が進んでいる。大連ソフトウェアパークもある大連の海岸沿いの観光リゾート地や高級住宅街として知られる、星海広場周辺のエリアや大連以下、大学跡地でもニュータウン開発計画がなされている。さらに現在、日本の大和ハウス工業がチャンス賞上ョ常習し、天烈区や無邪シ新区クレ白園で新都市、建設プロジェクトを開始している。一方で、 高飛車支店宮古の城の他東部のチャンス省の無人都市、河南省の省と全城屋香港にほど近い漁村のチェーングオンなどには1万個の空き家ニュータウンがあり、軒並みゴーストタウンと化している。特に、中国の北部にある内モンゴル自治区の都市、新京入り風富士地県オルドス市急市街から南に20キロの荒野に不動産開発を加速させるべく突如、高層ビル街を出現させて、 人口100万都市を目指して開発を進めたカンバーシシンクは一般的にゴシップタウンとして知られる。カラスカイも含め、春光中や未春光の建物が並び、住人がいない状態が見受けられる。また、貴州省の省と紀陽市も中国の不動産業界で第二のオルドスになると懸念されている。雲南省昆明市。 締め蜜木のチェンゴングニュータウンもマンションが乱立し10万個の部屋が用意されたものの入居者はいなく、チャンスーニュータウンでも見渡す限り無人の家々が立ち並ぶ。建設中の担当市担当新区も生活基盤の諸施設は後回しで、新区の西側に工業作業園区が予定されているという。1970年から中華民国政府は台北、台中、 高尾の三都市の人口圧力を緩和するために、日北市淡水区の北部にある再開発地域で、大見新市鎮、林口号、台中ハーバータウン、高尾ニュータウンとダッピングディングの5つが計画されたが、当初予定された開発目標はまだ到達していない。台湾でのニュータウン政策は、ニュータウンをまばらに移動させて、英国のガーデンシティなどとは、 多少に異なる目的で形成していった。大江ニュータウンはここ数年開発が進み、地域を台北市内の MRT と結ぶライトレールの着工も決定。ライトレールが人口増加の起爆剤になると考えられており、将来的には人口30万人規模の都市になると期待されている。林口は現在もニュータウン開発が進められている。 台中市に接し台中市の衛生都市として発展した太平は将来は台中市西東区の浅馬地区から早雲乱線が太平島まで建設される計画になっており外省系家人が多く住む住宅も多くまた台中の郊外ニュータウンとして高級マンションなどの建設も盛んに行われているこのほか新店から新店系を渡って西側のコ行 近州地区周辺の丘はニュータウン開発が行われている。小壁端などのように地区に中央ニュータウンなどがあるものや新城駅周辺は住宅街で駅北中山寺の南側はニュータウンの建設が進んでいる。一万カオル尺の駅北側は一万カオル尺というニュータウンとして開発された地区である。最初のニュータウンとして公営住宅局 HDB はクイーンズタウンを建設した1952年から1973年までに新たな都市計画のコンセプトとしてニュータウン政策を進めていた。有名なニュータウンであるクイーンズタウンのほか、アンモーキョウ、バドック、ビシャン、ブキバトック、ブキメラ、ブキパンジャン、チョア中間、クレメンティゲーラン、ホーガン、ジュロンイースト、ジュロンウエスト、カラン、パシールリス、 プンボル、サンバーワン、センカン、セラングルーン、タンピネス、トアパヨ、ウッドランズ、イーシュンがあり、さらにその他にはエステートがいくつかがある。それぞれのニュータウンは英国に習い、自己持続可能であるように設計されている。街の中心部から地区レベルのコンセントに至るまで、商業開発の改装によって手がけ、一般的ニーズを満たすために、 ニュータウン外に通勤する必要はないようにしている。雇用もニュータウンの中に工業団地を形成し、教育からヘルスケア及びレクリエーションのニーズにもというように、学校、病院、公園、スポーツ施設なども完備している。ニュータウンの設計におけるシンガポールの専門知識は国際的に認知され、1992年にタンピネスが、 シンガポールのニュータウンの代表として、イギリスに本部を置く、ビルディングソーシャルハウジングファンデーションのワールドハビタットアワーズに選ばれた。現在、国内には26カ所の HDB 開発タウンがあり、国民の約8割が公共団地の HDB に住む。HDB タウンは、MRT の駅、またはバス停や学校と保育園のほか、ホーカーと呼ばれる屋台からマーケットなど、 生活に最低限必要な施設を整えている。その中でも、もともと農村が点在するシンガポール最北東端の郊外エリアで1990年に閉鎖した養豚場を住宅地としての開発を急速に進めたニュータウンプンゴルは現在一大 HDB タウンに変貌を遂げ、国を挙げて積極的に環境問題への取り組んでいることで住宅開発局はプンゴルを シンガポール発のエコタウンに定めて開発を進めている。ベトナムでは毎年経済成長率について年10%近い数字をキープしており、農村から都市への大量の人口流入のほかに海外からの企業進出まで著しく急ピッチで受け皿作りを進めている。一例としてハノイの東、ロンビエン地区に ビラが千個もの美しい小建てが整然と立ち並ぶビンコムビレッジがあるほか、ハノイ郊外はシプトラや湖地区の農業、魚養殖場から住宅開発地への転換が行われているイエンソ、また湖に囲まれた高層型のニュータウン、リンドンなどがある。ハノイの聖湖西部地区に策定されている新都心計画、2020計画の西西用部に立地し、 この新都心計画全体を成功に導く礎となる重要プロジェクトとなっている。韓国の5つの建設会社合同企業体はベトナム政府とハノイニュータウン開発を行っている。1996年に始まったハノイニュータウンプロジェクトはハノイ近くの安イ院にニュータウン建設で完成は2020年と計画されている。この新しい街は単なる ベッドタウンとしてではなく、街そのものが息づくかつ活動する街を目指し、ハノイとニュータウンを結ぶ高速道路の建設も現在進めている。一方、日本の東急電鉄もホーチミン郊外のビンユン省に、ニュータウン、東急ビンユンガーデンシティを展開予定である。なお、ハノイ市郊外では新都市計画プロジェクト、通称、ハノイウォール街プロジェクトが進行している。 首都プノンペン郊外に韓国と共同で高層ビルを建築し20億ドル規模のニュータウンを整備中である。都市の名前はカンボジアと韓国の国名の頭文字を取ってキャンコシティとしている。この他韓国の建設会社ブヨングループもプノンペン郊外、戦速地区のロシア大通り沿いで大型ニュータウンの開発に着手しているが、その後郊外に建設中だった。 韓国系ニュータウンのカムコシティはメインバンクの不産貯蓄銀行倒産の浮き目で中断中。プノンペンではこの他にもガーデンシティと名付けられたニュータウン開発が始まっている。またプノンペン市内中枢のソリアや南西郊外のニュータウンには中国資本が注がれている。1990年代前半からバンコクの不動産会社バンコクランドによって 高層コンドミニアムなどを中心としたバンコク郊外のニュータウン、ムアントーオーンターニーが開発された。ただししばらくはバブル崩壊でゴーストタウンと化している。その後バンコクは不動産市場が公共となり基礎工事が終わった状態で何年も放置されていたビル建設が再稼働、ムーバーンと呼ばれるニュータウンや新築マンションが乱立し始める。 クアラルンプール繁華街と郊外のニュータウンや衛星都市を結ぶ高速道路や軽量鉄道 LRT、モノレールを整備。市街地内の深刻な交通渋滞を緩和するために建設された新鉄道システムが1998年前線開業になる。こうして北西郊外のニュータウンのセントルと南東郊外のニュータウンのアンパン及び西郊外のブキットジャリルとを結び、 無人エ l r ルモは、北西郊外の衛星都市プタリンジャヤや、北東郊外のニュータウンである、ワンサマジュとを結んでいる。この他に、クアラルンプールの西三十キロぐらいに位置する、スランゴー州の州都シャーアラムや南に三十から四十キロの位置にある、新首都プトラジャやクアラルンプール中心部よりおおよそ五十キロの、マルチメディアスーパーコリドウと呼ばれる、総合開発地域に含まれる、 新興都市サイバージャヤなどがある。ジャカルタは近郊に、ボゴール、デポック、タンゲラン、ブカシという4つの郊外都市があり、ジャカルタを中心に巨大都市圏ジャボタベックを形成。2020年には3500万人に達すると予測されているジャボタベックの構造は、ハイウェイと拠点開発によって生み出しており、後には都心と郊外を結ぶ輸送手段を高速道路建設に求めると、 高速道路も整備に伴って開発許可申請が増加。ジャカルタの西側では少なくとも1000ヘクタール余りの農地が開発され、東側では少し前には集落が点在しただけの地域が市街化した。ジャカルタ周辺の多くのニュータウンのうち特に大規模なもので、ウミスルポンダマイ、ティガラクサ、リッポチカランなどがある。この3つは多くのニュータウンがジャカルタに依拠している。 ベッドタウン的性格であるのに対し、自立性が強い都市的性格を持つものとして計画された。BSD シティは単なるベッドタウンではなく、商業をはじめとする複合機能を備えた自立性が高い都市を目指す新しい都市づくりの第一号ということができる。ジャカルタ市の西南約 20km に展開する 面積約7000ヘクタールの地域を新都市として開発整備する構想で計画人口は数十万人と想定されているセルポンニューシティはインドネシアのディベロッパーや大企業十数社で構成する共同企業タイムミセルポンラマイ社が1984年世界各国約20社のコンサルタントの企画提案から日本のコンサルタントのグループが選定された世界でも かなりの規模を持つ、この新都市の建設は、ジャカルタの急激な人口像や都心部の混乱を解決する有力な方策として浮上したものとされ、ジャカルタの副都心機能を持つ都市として構想されている。またモダン、フォト社が事業主体となって、首都ジャカルタ市の西方約15キロの丘陵地帯に計画されたタンゲランニュータウンは、計画規模が、 開発面積約500ヘクタール、計画人口約5万人という、これまでインドネシアで計画されたニュータウンとしては、最も大規模なものの一つで高水準なニュータウンとして企画されている。こうしたニュータウン開発の主役は民間セクターであり、公共セクターによる開発で中心となっているのは、主として中引く所得層向け住宅供給を担ってきた国家住宅公団で、 高段の代表的な事例として、クレンダーがある。ジャカルタ東部の面積200ヘクタール余り、計画人口5万人のニュータウンで、小建て住宅と各種の集合住宅が建設された。国際色を出す試みもあり、立カーラワチは、他の多くのニュータウンと同様に、ボストン、オランダ、パリや、地中海、そして、大阪の雰囲気などをモチーフとしてデザインされ、 さながら大きなテーマパークである。また、ジャカルタ南部にさらに大規模な計画人口20万人のニュータウンであるプルムナスでポックがある。いずれも初期のニュータウンであるため、今日の水準から見ると住宅地としての質は高いとは言えない。ニュータウンの開発が進められる一方で、市内各所にある住宅の密集地域である関本の改良計画も政策として行われるようになった。 しかし他の発展途上国の首都同様、現在でも住宅など社会施設が整っているとは言えず、深刻な都市問題を抱える。フィリピンのニュータウン開発はゲーテクトコミュニティが中心で、これは元は第二次世界大戦末期にマニラ中心街は怪人に帰すると生在怪人や富裕層たちはこの地を放棄し、1948年に 郊外のマカティ地区にホーブスパークというニュータウンを建設。これがゲーテッドコミュニティであった。その後も1980年代から開発を開始したアジア最大級のゲーテッドコミュニティといわれるアライアランバンビレッジなどがあり、マニラでは特に1990年代以降急増、2001年時点でその数は1000を超えており、現在も さらに周辺部で開発が進められている。特に1990年代以降、マカティなどの開発区をマイクロソフトやシティバンク等のオフィスが立地させたほか、米軍クラーク基地返還後に国際ハブ空港を併設する経済特区として開発が進められている。アンヘレスなどやフィリピン第二の都市で国際リゾートとして世界中から 観光客と投資を集めるセブのそれは、欧米の高級ブティックが入る大規模ショッピングモールと開発中のオフィスパークを備えるほか、現在はリタイアメント式としてセブのマクタン島にマクタニュータウンとして開発がなされている。1948年の独立後、旧首とヤンゴンへの大規模な人口流入が生じ、1950年代には中心市街地の上塚市 市内中心部周辺の不法入植の形成などの問題をもたらした結果、3つの新しい入植地を開発、約30万人とも言われる不法選挙者を収容している。また政府は、これと同時に、ヤンゴンで主に公務員用公共賃貸住宅を提供しており、その後1960年代には、毎年約1000個の住宅を建設。 1980年代初頭に個数を毎年約100程度にして、結果政府は約2万戸の公共住宅を保有、そのうち約7割がヤンゴンに立地した。独立から1980年代にかけて、地域はヤンゴン川沿いの小規模な住区から細長い市街地を形成し、北に向かって拡大。1980年代後半、政府はニュータウン開発を開始する。 1989年から1994年の間に建設省は40万人の居住者を想定し、16万箇所の用地を開発し、ヤンゴンで3つのニュータウン開発を行った。ヤンゴンの都市拡大は公共セクターによるニュータウン開発や宅地供給によってまかなわれており、1980年代頃までは CBD から北方向へ、 1988年以降は東西方向へと拡大した。建設省の役割が都市開発の主体から規制体へと変化している。現在、スターシティの名称を冠したニュータウンで敷地面積は54ヘクタール、中所特層向け住宅9000戸と商業施設を建設計画がある。ヤンゴン管区、ミンガラードン軍区にパレーニュータウンがある。 ニューデリーの郊外には主に4つの衛星都市があり、それらはデリー首都圏の外側に広がる。コルカタニュータウンは急成長しているコルカタの衛星都市。西ベンガル州の北24パルガナー地区に属し、コルカタに近いためニュータウンコルカタ開発局によってカバーされている。1976年4月に UP 工業化地域開発法で、 工業開発公社を設立し、公社新工業タウンシップを設立して開発した、ノイダや南方のグルガオン2966年アーバン、エステイツデパートメントハリアナにより開発着手され、高級高層マンション群からなる、ニュータウンプロジェクトのガーデンシティなどや、またバサント君寺、マーネーサルなどもデリー近郊のニュータウンである。これらは、インド経済を牽引する。 情報技術産業などの企業がオフィスを構え、そこで働く中間層が移住しており、IT パークなどを建設した実績があるデリーメトロ鉄道公社も高層集合住宅などを含めた本格的な住宅開発事業へ参入し、ニュータウン開発を行っている。1996年からシンガポール拠点のアジアチャレンジインベストメンツと親会社の APG ホールディングが 現地の MG グループと首都イスラマバード近郊に150億ベイドルを投じて人口50万人のニュータウンを開発する。コロンボ市郊外にムレリアはニュータウンがある。ダンモンディタナギルシャンタナ、カウランバザールミルプルタナモーテヒール、パーバチャルニュータウン、ウッタラタナなど。バグダード郊外に計画したベスミア地区ニュータウンは イラク最大規模のニュータウンの建設プロジェクトでありまた、イラク政府が力を入れている住宅建設のモデル事業で10枚この住宅を、はじめモスクや学校、病院など人口50万以上の近代的な都市が7年後に誕生する計画。2012年5月にイラク政府はバグダッドの郊外、南東10キロにあるビスマヤ地区における道路、 上下水道などのニュータウン造成工事と10万個の公営住宅建設工事の契約を韓国企業ハンファと結んだと発表された。首都テヘランに次ぐイラン第二の都市でイランの国境である海峡の大本山マシャトにあるマシャトニュータウンは海峡の団体アスタナゴットが聖地マシャト2000ヘクタール。 人口10万人規模の住宅都市を建設計画を70年代から着手している。新規に住宅地を開発して住宅建設を行う事業としてはカブール市北の飛行場のさらに北側に10万個のニュータウンを建設する計画がある。計画地は大部分が未利用の政府所有地で荒れ地のままである。カブールからジャララバードまでの国道を 東途中に巨大な基地と工事現場あり、ここにニューカブールを建設する。カブールの人口が急増している上に、アフガニスタンには巨額の復興資金が投じられているという事情から、ニュータウンの造成が始まっている。建設会社は空前の後継期となっている。旧市街の南西に、イギリスのユダヤ人富豪、モンテフヨーリが資材を投じて建設した19世紀の ニュータウンのイエミンモシェがある。イスラエルのユダヤ人入植村の一種の形態にもシャブというニュータウンがあり、中でもナハラルモシャブは建国前の1921年にもシャブとして初めて創設されたものであり、その後イスラエル各地に作られている。ありがとうございます。